こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。私が追っている豪州軍事政策ですが、ようやく路線変更で米国路線に。今までの中国よりは何だったのかと思わせる。ようやく各国が、日付はじめ、その正体を今目の当たりにしているようだ。自国建造潜水艦計画を急ピッチに進めなくてはいけないだろう。だが、ここで、軍事予算、今後の導入予定が発表され、その総額に驚いている。では、今回路線変更した、豪州軍事計画を詳しく見ていきましょう。2020年春、オーストラリアのモリソン首相は、世界への拡散が続く。新型コロナウイルスの発生源追及について、アメリカのトランプ大統領と、歩調を合わせる発言を行い、中国非難の姿勢を明確にした。さらに6月に入って、モリソン首相は、具体的な国名を名指しすることは、避けたものの、オーストラリアの公的政府機関や企業などが高レベルなサイバー攻撃にさらされており、これを国家的規模の行為と指摘した。こうしたモリソン首相の態度は、これまでオーストラリア前政権が示していた新中国路線を改めるものとして、2016年のオーストラリアの国防白書以降、明確に中国を脅威と見る動きを加速させているようだ。オーストラリアでは、この2016年の国防白書をアップデートした。2020年国防戦略更新と2020年国防構造計画を7月に公表しており、2030年までの10年間で、およそ20兆円にも上る。軍事費増加を掲げている。これにより、オーストラリアの軍事費は GNP 比の 2% 台まで引き上げられることになり、モリソン首相が第二次世界大戦以降で最も重要な戦略再編成の過程に同国があると説明したことに符合している。モリソン首相が第二次世界大戦を引き合いに出したのは、この時に、オーストラリアが日本軍の直接的な攻撃にさらされた歴史を踏まえて、それに匹敵する脅威が今の中国であると捉えているからだろう。第二次世界大戦後のオーストラリアは、日本という最大の脅威を、なくしたこともあり、一部インドネシアとの対立を除けば、そこまで大きな外敵の存在を意識せずに折れたと見る向きは多い。しかも、そのインドネシアともオーストラリアは、2006年に両国間の安全保障条約タルロンボク条約を締結し、差し迫った軍事的な脅威を排除することに成功しており、その時点での軍備の必要性は低かった。しかし、近年のオーストラリアの態度の変化に、中国もすぐに経済的な報復に、及びオーストラリア産大麦への関税や、OG ビーフの輸入の停止などの措置を実施し、両国の対立姿勢がより鮮明となった。オーストラリアは最大の貿易相手国が中国であり、中でも最も多いものは石炭だが、逆に中国から見ればオーストラリアは6番目の貿易相手国に過ぎず、経済支配的には
中国に分があると言わざるを得ない。オーストラリアが中国の動きを警戒するように変化したのは、中国の南シナ海への進出と人工島建設などでの領土、領海の拡充を間の当たりにしたためとみられ、抑止力としての軍備の近代化へと舵を切った。もともとイギリスの植民地であり、イギリス・アメリカと協調して、第二次世界大戦を共に戦ったオーストラリアは、アメリカとの結びつきも強く、現在ではアメリカ、日本との合同軍事演習をフィリピン海で行っている。アジア、太平洋地域という括りでは、インドとアメリカ、日本合同の軍事演習マハラバールが定期的に実施されているが、これまで中国を過度に刺激することを恐れたインドの意向で、オーストラリアは正式な参加はできていなかった。しかし、2020年、インドと中国の国境での衝突から、そうした配慮をインド側が改めると見られており、以後の毎年のマハラバールへは2017年のスポット参加から時を経て、正式に継続参加が承認されると見られている。オーストラリアが対中国の戦力として喫緊の課題だと考えているのは、長距離の攻撃力をどのような形で整備するのかという点で、これが最大の比重を占めているのだろうと思われる。この課題の解決策の一つが、大陸間弾道弾を搭載可能な潜水艦の配備であり、こちらはフランス湾を採用しアタック級潜水艦計画として、12隻の潜水艦を雇用維持の観点から自国内で建造するものとしている。しかし、このアタック級潜水艦計画は、規法の通りに1隻あたりなんと、約5000億円にも高騰している上に、12隻の収益完了まで30年もの歳月が必要となることなどから、疑問の声が国内外から寄せられている。オーストラリアは2010年まで反アメリカ製の可変翼戦闘爆撃機 F-111 を保有していたが、同機の退役後に空からの長距離攻撃能力を喪失しており、これを補う戦力がアタック級潜水艦に期待されていただけに、事態は深刻だ。もし仮に計画通りにアタック級潜水艦が就役したとしても、そもそも展開に要する時間や移動速度、また攻撃実施後の再兵装のたやすさで、潜水艦は航空機に劣るため、同様の長距離攻撃能力獲得には疑問が残る。これを補う意図もあってか、モリソン首相は最近、アメリカから長距離対艦ミサイル AGM-158C ルラスムを調達すると表明し、オーストラリア空軍が保有する FA-18E、FYF-35A 戦闘機でこれを運用する様子だ。長距離対艦ミサイル AGM-158C ルラスムは航空機からの運用であれば、約 800km に及ぶ射程距離となると言われているが、アメリカ軍の調達価格でも、一発約4億円以上する高価なミサイルのため、大量の調達は厳しいだろう。